私は取り返しのつかないことをしてしまった。彼の名は田原豊。ごく普通の家庭を持つサラリーマンだったのだ。あの日までは。安全運転のしおり。皆さんは本当に安全運転をしていると言えるでしょうか。いや、言えないでしょう。現代は交通戦争の時代。いくら安全に気を使っていても、突如車は鉄の塊、すなわち殺人狂気となって人々に襲いかかるのです。都内のメーカーに勤める田原さんの一日が始まりました。行ってくるよ。行ってらっしゃい。温厚で家族を大切にする彼はまさに理想の男性そのものです。パパ、行ってらっしゃい。それは自動車の運転でも同じです。左よ。真面目な田原さんは周囲の安全を確認してからドアを開け、左よ、シートベルトを根元までしっかりと締めます。さもなくば車はあっという間に恐ろしい殺人狂気になってしまうことを彼は知っているのです。これでよし。オーライ。バックで駐車場から出るときに後ろを丁寧に確認し徐行しながら進みます。それが彼のやり方なのです。ドライバーの鏡と言っていいでしょう。勤務先へ向けて出発。車は軽快に都市を駆け巡ります。ハンドルを両手でしっかりとホールドし鋼鉄の猛獣を操っているのです。だがその日、田原さんに悪夢が襲った。あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ。日頃の悩みやストレスが突如殺人狂気となって彼に牙を剥いたのだ。警察が即座に現場に駆けつけた。すみません、ちょっといいかな。にーよん。なんですか一体。ブーンブーン。ターンは日ごして踏み込んではいけない領域に土足で踏み込んだのだ。もはやターンの車は基本が逃走車両と化した。こうなれば一刻の猶予もない。カナダ県警自動車警ら隊に緊急出動命令。正義のパトカーが悪を追跡する。そこの車、止まりなさい、止まれ。時刻は午後2時。逃走車両が止まる様子はない。血も涙もない悪夢の逃走劇。市民に緊張が走る。一般車両を巻き込まぬよう車間距離を十分に取りながら必死で追跡するパトカー。交通違反ギリギリのところでせめぎ合う決死のカーチェイスが繰り広げられている。信じられない戦法を取ったのだ。これ
はカーブよりも直線の方が速いという長年の経験と勘が出せる大胆な判断であった。そしてついに犯人に追いついた。ただ体当たりの捨て身の体当たりで犯人の車を止めようとする自分のカーチェイスはまさにクライマックスを迎えようとしていた。人呼んで安全運転のしおり。